読者の方の反論を、大体実質的な反論を示しまして、私も自分の考えの至らないところを直し、また頭を整理するっていうことをやっておりまして、もうナンバー8になります。実はこの前、フリーターとニートを間違えましてね、働かないなんていう人はダメですよとか憲法を示したんですけど、フリーターっていうのは、要するに、永年勤続じゃないような自由な勤め方っていうことなんですよね。ただ、フリーターっていうのは、違う違う、ニートっていうのは英語なんですけど、ちゃんとした定義もあるんですけど、フリーターっていうのは日本語でですね、ちょっと定義が曖昧だっていうようなこともあって、ちょっと私、フリーターっていうのは、認めてないっていう感じなんです、今のところ。それでもうちょっときちっと定義をしてくれれば使いたいなと思ってるんですけど、人によって定義が違いますとね、あらぬ方向に行くことがあるんで、フリーターについてはちょっとその定義、非正規雇用とかっていうのは、一応名前はやぼったいんですけど、一応の定義がありますんで、そういうことはちょっと別の機会に論じたいと思います。いずれにしても失礼いたしました。ところで今日は発展ですね。読者の方からの反論はこういう反論でした。人類が未来永劫を繁栄し続けなければならないという理由はどこにもない。全ては自然の流れであり、人間が自然を制御できるわけもない。人間含め他の生物も繁栄するときは繁栄し、滅びるときは滅びる。そして人間は繁栄し続けなければならないというのは人間のおごりであって、栄えるときは栄え、滅びるときは滅びると。そしてそれは自然の流れに任せるほかない。物事は流れるままであり、自然のままにしかやっていけない。こうありますね。一般的に、よく文化人なんかがこういうことを言うんですが、私はこれは全く考えが違うんですね。人間が未来永劫を繁栄し続けなければならないという理由はどこにもない。非常に大きくあるんですよ、実は。実はですね、繁栄し続けなきゃならないというようなことはないんです、もちろん。だけども人間という存在が、今日よりも明日よりも明後日を良くしようという本能を持ってるんです、人間そのものが。だから人間っていうのはですね、なんか石を見ると石器を作ってしまい、鉄を見ると鉄器を作ってしまいですね、少しずつ少しずつもう改善してしまうんですよ。私はそれを台所の洗剤ってこういつも言ってるんですけども、ある主婦が、洗剤を非常に多く使わないと油汚れが落ちないという時にですね、次の日になんかポタッと一滴なんか落としたらですね、油がもうマジックのようにお皿からなくなってしまう。それをさっと水で洗えばきれいになるっていうことが分かったら、その次の日からはですね、大量の洗剤を使って油を落とすんではなくて、たらりと垂らす方を選んでしまう。これが人間なんだっていうようなことをよく言うんですね。人間はね、繁栄し続けないと、繁栄っていうのがね、発展し続けないと我慢ができないその生物なんですね。必ずしもそれ全部の生物がそうじゃないんですよ。例えば、糞転がしでも、カミキリムシでも、それからライオンでもそうかもしれませんね。毎日毎日同じ生活をしてるんですよ。あれでも少し改善してるのかもしれないけど、人間の目から見たら、あんまりモンシロチョウも同じように花と花の間を飛んでるんですよね。モンシロチョウがコンピューター作って、花と花をいかに効率的に移るか研究してるっていうのは感じじゃないんですよ。で、すべては自然の流れでありって、そうなんですよ。すべては人間も含めて自然の流れなんですね。人間が自然を制御できるわけもないっていうのはわからないです。今では人間の活動すごく小さいですから、自然を制御するっていうことまで言ってないんですけども、もしかすると将来はですね、人間が自然を制御するかもしれないんですね。繁栄するときは繁栄し、滅びるときは滅びるんですけれども、この論理はですね、多分どなたかが言ったものを、使ったんではないかって言ったら、ちょっとこの言った人に申し訳ないんですが、本当に自分自身で自然界、人間界を見ますとね、もちろん人間は自然の一部なんですよ。よくですね、人間が増えると自然が破壊する。何言ってんですかって感じです。人間っていうのは自然の一部ですよ。恐竜が栄えた時は他の生物はみんな少なくなっちゃったわけですよ。だけど恐竜が栄えるっていうのはやっぱりこれ自然現象なんですよ。だから人間がコンクリートの建物を建て、
東京っていう都市を作るのもこれ自然現象なんですよ。別に人間だけが自然じゃないなんてことはないんですね。で、物事は流れるままにであり自然のままにやっていくしかいけないというのは違うんですよ。これ例えば川は流れてるうちに蛇行していくんですね。蛇行して形が変わっていくわけです。今私が住んでる名古屋の土地は木曽川の、主に木曽川の運んできた土砂なんですよ。ところがそれを人間が堤防を作りますとね、蛇行はそこで終わりになり、もう濃尾平野、つまり木曽川の土砂が、名古屋の大地を作るってことはないんですよ。だから自然のままなんか全然やってないんですよ。もうすでに自然のままっていうか、人間を自然に入れれば人間が作り出す自然の中なんですよね。ですからそれはそしてどん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 発展していくんですよ。もう発展しなければ済まない人間の本能がありますからね。これも自然ですね。ですからこの考え方はですね、そうですね、こういう考え方はなんかまあ時々出てくるんですよ。これはもう大昔からローマ時代ギリシャ時代からこういう考え方ありまして、中世ヨーロッパにもあって、まあ、日本もあって、中国はまあ特にこういう考えがあって、そして現代に至ってて、現代でもまた人間が自然をこう変える、人間も自然なんで言い方難しいんですけどね、人間が人間以外の自然を変えるということもあるわけです。これは恐竜もそうですよね。恐竜が栄えてものすごくご飯を食べる、植物を食べるんで、まあ、植物も生きるのが大変だったとか、まあみんなそういうことがあるんですね。そしてなぜ変な虫みたいのがだんだんアンモナイトになり、それから恐竜になり、哺乳動物が出てきて人間が出てきたかっていうと、自然は繁栄し続けるからなんですよ。どん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 改善されていくんですね。これはまあ生物の持つ DNA という構造自身が改善を求めるもんですから我々も改善しようという本能が働いてしまうわけですね。ですからここに書いてあることは、というか読者がメールしていただいたことはですね、誰かが全く事実を見ないで自分の頭の中で作り出したか、本人が反映するのが嫌なんで、まあなるようになるよ、なるよと言ったのか、まあ、なんかそんなことだと思うんですね。割合と一般的にこういうことを言う人多いんですけども、もう事実と全然違うんですよ。だから、生物もものすごい発展して、だってそうじゃなかったら人間というものがもともといないんですから、アメーバなんですから、今でもね。それからもう一つは人間が出てきて、まあ、こう、ね、女性が男性と一緒にやるなんていう世界って言ったらものすごく変わってるわけですよ。発展してきたわけですね。ですから、人間は決しておごってるわけじゃなくて、栄えるときは栄え、滅びるときは滅びると知ってるけれども、それでも発展せざるを得ない、そして繁栄を求める。例えば日本ですとね、宝船とか七福神とか、まあ大量豊作とかですね、やっぱり繁栄を望むんですよ。到底物事を流れるままに自然のままにやっていくしかないとは考えてないんです。多少でも頑張って 畑を耕すのは自然のままとは言えませんからね。それがやっぱり人間のまあ優れたところですね。例えば今温暖化ガスといってる二酸化炭素はかつて 95% あったのが、自然のままになったら今 0.04%。 まもなく生物は二酸化炭素しか食料がないんで全部全滅しますけれども、人間が地下から石油を掘り出して自動車とか暖房に使って二酸化炭素、つまり温暖化ガスを出すので、もしかすると地球上の生物は長く持つかもしれないです。長く持つってことは意味がないかもしれませんよ。あとまあ 何百万年かなんかで全部の生物が死滅した方がいいかもしれないけど、人間ができるのは地下から炭素の塊の石油とか石炭を掘り出して、それを自動車だとか暖房に使うことができるので、まあ、生物の中では唯一空気中の二酸化炭素を増やすことができるわけですね。これは自然のままなのかっていうとなかなか難しいところありまして、ここら辺の議論はすごく多いんですよ。多くの人がここに私にくれたメールのようにお考えなんですけども、本当かと、
僕は面と向かっているときは本当ですかっていつも聞くんですよ。こんなことって本当にあるんですか。だって人間社会って随分変わってるじゃないですか、自然も変わってるじゃないですかと、まあ、言うんですけどね、まあ、それも超えて人間も含めて自然だと言われればそれはこの通りです。自然の一部なんですよ。よくですね、人間が増えると自然が破壊する、何言ってんですかって感じです。人間というのは自然の一部ですよ。恐竜が栄えた時は他の生物はみんな少なくなっちゃったわけですよ。だけど恐竜が栄えるっていうのはやっぱりこれ自然現象なんですよ。だから人間がコンクリートの建物を建て東京っていう都市を作るのもこれ自然現象なんですよ。別に人間だけが自然じゃないなんてことはないんですね。で、物事は流れるままにであり自然のままにやっていくしかいけないというのは違うんですよ。これ例えば川は流れているうちに蛇行していくんですね。蛇行して形が変わっていくわけです。今私が住んでいる名古屋の土地は木曽川の、主に木曽川の運んできた土砂なんですよ。ところがそれを人間が堤防を作りますとね、蛇行はそこで終わりになり、もう濃尾平野、つまり木曽川の土砂が、名古屋の大地を作るってことはないんですよ。だから自然のままなんか全然やってないんですよ。もうすでに自然のままっていうか、人間を自然に入れれば人間が作り出す自然の中なんですよね。ですからそれはそしてどん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 発展していくんですよ。もう発展しなければ済まない人間の本能がありますからね。これも自然ですね。ですからこの考え方はですね、そうですね、こういう考え方はなんかまあ時々出てくるんですよ。これはもう大昔からローマ時代ギリシャ時代からこういう考え方ありまして、中世ヨーロッパにもあって、まあ、日本もあって、中国はまあ特にこういう考えがあって、そして現代に至ってて、現代でもまた人間が自然をこう変える、人間も自然なんで言い方難しいんですけどね、人間が人間以外の自然を変えるということもあるわけです。これは恐竜もそうですよね。恐竜が栄えてものすごくご飯を食べる、植物を食べるんで、まあ、植物も生きるのが大変だったとか、まあみんなそういうことがあるんですね。そしてなぜ変な虫みたいのがだんだんアンモナイトになり、それから恐竜になり、哺乳動物が出てきて人間が出てきたかっていうと、自然は繁栄し続けるからなんですよ。どん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 改善されていくんですね。これはまあ生物の持つ DNA という構造自身が改善を求めるもんですから、我々も改善しようという本能が働いてしまうわけですね。ですからここに書いてあることは、というか読者がメールしていただいたことはですね、誰かが全く事実を見ないで自分の頭の中で作り出したか、本人が反映するのが嫌なんで、まあなるようになるよ、なるよと言ったのか、蛇行はそこで終わりになり、もう濃尾平野、つまり木曽川の土砂が、名古屋の大地を作るってことはないんですよ。だから自然のままなんか全然やってないんですよ。もうすでに自然のままっていうか、人間を自然に入れれば人間が作り出す自然の中なんですよね。ですからそれはそしてどん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 発展していくんですよ。もう発展しなければ済まない人間の本能がありますからね。これも自然ですね。ですからこの考え方はですね、そうですね、こういう考え方はなんかまあ時々出てくるんですよ。これはもう大昔からローマ時代ギリシャ時代からこういう考え方ありまして、中世ヨーロッパにもあって、まあ、日本もあって、中国はまあ特にこういう考えがあって、そして現代に至ってて、現代でもまた人間が自然をこう変える、人間も自然なんで言い方難しいんですけどね、人間が人間以外の自然を変えるということもあるわけです。これは恐竜もそうですよね。恐竜が栄えてものすごくご飯を食べる、植物を食べるんで、まあ、植物も生きるのが大変だったとか、まあみんなそういうことがあるんですね。そしてなぜ変な虫みたいのがだんだんアンモナイトになり、それから恐竜になり、哺乳動物が出てきて人間が出てきたかっていうと、自然は繁栄し続けるからなんですよ。どん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 改善されていくんですね。これはまあ生物の持つ DNA という構造自身が改善を求めるもんですから
我々も改善しようという本能が働いてしまうわけですね。ですからここに書いてあることは、というか読者がメールしていただいたことはですね、誰かが全く事実を見ないで自分の頭の中で作り出したか、本人が反映するのが嫌なんで、まあなるようになるよ、なるよと言ったのか、まあ、なんかそんなことだと思うんですね。割合と一般的にこういうことを言う人多いんですけども、もう事実と全然違うんですよ。だから、生物もものすごい発展して、だってそうじゃなかったら人間というものがもともといないんですから、アメーバなんですから、今でもね。それからもう一つは人間が出てきて、まあ、こう、ね、女性が男性と一緒にやるなんていう世界って言ったら、ものすごく変わってるわけですよ。発展してきたわけですね。ですから、人間は、決しておごってるわけじゃなくて、栄えるときは栄え、滅びるときは滅びると知ってるけれども、それでも発展せざるを得ない、そして繁栄を求める。例えば日本ですとね、宝船とか七福神とか、まあ大量豊作とかですね、油汚れが落ちないというときにですね、次の日になんかポタッと一滴なんか落としたらですね、油がもうマジックのようにお皿からなくなってしまう。それをさっとこう水で洗えばきれいになるっていうことが分かったら、その次の日からはですね、大量の洗剤を使って油を落とすんではなくて、たらりと垂らす方を選んでしまう。これが人間なんだっていうようなことをよく言うんですね。人間はね、繁栄し続けないと、繁栄っていうのがね、発展し続けないと我慢ができない、その生物なんですね。必ずしもそれ全部の生物がそうじゃないんですよ。例えばまあフンコロガシでも、カミキリムシでも、それからまあライオンでもそうかもしれませんね。毎日毎日同じ生活をしてるんですよ。あれでも少し改善してるのかもしれないけど、人間の目から見たらあんまり、モンシロチョウも同じように鼻と鼻の間を飛んでるんですよね。モンシロチョウがコンピューター作って花と花をいかに効率的に移るか研究してるっていうのは感じじゃないんですよ。で、全ては自然の流れでありって、そうなんですよ。全ては人間も含めて自然の流れなんですね。人間が自然を制御できるわけもないっていうのは分からないです。今では人間の活動すごく小さいですから、まあ、自然を制御するっていうことまで言ってないんですけども、もしかすると将来はですね、人間が自然を制御するかもしれないんですね。繁栄するときは繁栄し、滅びるときは滅びるんですけれども、この論理はですね、多分どなたかが言ったものを、まあ使ったんではないかって言ったら、ちょっとこの言った人に申し訳ないんですが、本当に自分自身で自然界、人間界を見ますとね、もちろん人間は自然の一部なんですよ。よくですね、人間が増えると自然が破壊する、何言ってんですかって感じです。人間というのは自然の一部ですよ。恐竜が栄えた時は他の生物はみんな少なくなっちゃったわけですよ。だけど恐竜が栄えるっていうのはやっぱりこれ自然現象なんですよ。だから人間がコンクリートの建物を建て東京っていう都市を作るのもこれ自然現象なんですよ。別に人間だけが自然じゃないなんてことはないんですね。で、物事は流れるままにであり、自然のままにやっていくしかいけないというのは違うんですよ。これ例えば川は流れてるうちに蛇行していくんですね。蛇行して形が変わっていくわけです。今私が住んでる名古屋の土地は木曽川の、主に木曽川の運んできた土砂なんですよ。ところがそれを人間が堤防を作りますとね、蛇行はそこで終わりになり、もう濃尾平野、つまり木曽川の土砂が、名古屋の大地を作るってことはないんですよ。だから